はい、どうも、秘密結社ハヤガメ総帥ハッチでございます。今回はハヤブサ賞ということで、新潟の直線 1000m でね、久しぶりのレースとなります。新潟の土曜日の10レース、3歳1勝クラス。まあ、先週までの新潟開催は実は福島でね、バレンタインデーぐらいだったかな、地震があってね、2月13日の夜中とかだったと思うんだけども、そこの地震で福島競馬場がね、一部破損があったということで、福島から新潟への代替開催に急遽なった分で、この期間中は実は直線使ってないんですね。まあ、なのでね、久々に直線コースの予想ができるぞってことで、まあ、枠順も決まったんでね、こんな感じでいきたいと思います。今回の軸は、ネット競馬想定現在5番人気ホーキーポーキー、こちらからねいきたいと思います。まあ、外枠有利な直線っていうことで考えると最高の枠ですよね。まあ、キャリア持ち時計もここでは通用する馬ですし、いい枠を引いたということで十分軸でいけると思います。まあ、そして1番スーパーウーパー、ネット競馬想定3番人気だったんですが、もうちょっと人気してたんですけどね、まあ、ちょっと枠という意味では、そういう意味では最悪なとこ引きましたよね。まあ、ただ1枠っていうのは逆に、まあ外枠不利なコースで大外が そんなに不利じゃないよっていう、まあ、パターンと同じパターンでね、案外いけるんじゃないかなっていうことで、まあ、実績最上位ってことで紐には残しておきたいと思います。まあ、そして12番ミエリ、休み明けのシルク、まあ、つまりノーザンファームということでね、調整もなかなかいけてるはずです。まあ、新馬勝ちオープンでもね、そこそこ僅差のレースができていた馬なので、まあ、これも実績という点で狙っていいと思います。で、14番ラングロア、ネット競馬想定7番人気。実はタイム指数の、ね、数値だけで言えば1番手なんですね。まあ、使ってきた距離が長めなんで距離短縮でどうかというところなんですが、まあ、一応これも外枠を引いたという点もプラスに見て狙っていきたいと思います。で、15番キモンブラウン、まあ、勝ち上がりがダートなんですね。その後芝を使っていて、まあ、どっちにしろね、通用するのかなというようなレースにはなってるんですが、まあ、芝の、ね、直線 1000m って実はダート血統案外来てるなと。ライオンボスだってね、ダートで勝ち上がってきていた馬が準オープン以降直線でのみ結果を出してるみたいなところがありますからね。そういう意味ではこの血統っていうのは実は悪くないんじゃないか、この実績っていうのは狙いどころなんじゃないかな、なんていうふうに思っています。まあ、そんなわけでね、今回もやっていきますのでね、今週もやっていきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。